ツイステッドワンダーランド。私に何か話があるようだね。わかるとも。この5分間に君が私に目を向けた回数を教えようか。さあ、私は逃げも隠れもしない。どうぞ用件を伝えておくれ。きっとその言葉をくれると思っていたよ。ありがとう。君の気持ちに心からの感謝を。マーベラス。私を取り巻く全てのものが今日は一段と輝いて見えるよ。私の生誕を祝したパーティーが開催されるんだ。さあ、もうすぐ始まるよ。共に楽しもう。魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくる。実に心躍る企画だね。さて、誰が私のプレゼンターに選ばれたのかな。バーニー、待たせちまったか。おや、その声はカリム君じゃないか。よう、誕生日おめでとう、ルイ君。今日はよろしくな。はじけんばかりの笑顔とお祝いの言葉。早速素敵な贈り物をいただいてしまったね。そのことなんだけどさ、俺がルークにあげたいものを用意できなかったんだよ。そうなのかい。有名な芸術作品を集めたルーク専用の美術館とか劇団の貸し切り公演とかできたら楽しそうだろ。でもどれもこれも準備に時間がかかるし、そもそも規定の予算には収まらないって言われちまって。ああ、カリム君、そんなにもこだわってプレゼントを考えてくれたとは。その気持ちがとても嬉しいよ。気持ちだけじゃないぜ。予定とは違っちゃったけど、別のプレゼントを用意したんだ。受け取ってくれ。メルシー。では早速開けさせてもらおう。ボーテ、実に美しい。この見事な風切り羽、相当大きな鳥のものだね。ただ艶やかな光沢があるだけではなく、角度を変えるたびに違った色に変化して見えるとは、いくつもの表情を楽しめる魅力的なプレゼントだ。ああ、なんて素晴らしい、トレビアン。喜んでもらえてよかった。ルークはいつもハットをかぶってるだな。今もキャップかぶってるし、だからどの帽子にも似合う装飾品がいいんじゃないかって考えて、うちと付き合いのある商人たちに帽子に合いそうな装飾品をいろいろ用意してもらったんだ。宝石がついたブローチや金細工なんかもあったけど、その羽が一番ルークに似合いそうだったからさ、羽飾りに加工してもらったんだよ。もしダメになった時は言ってくれ。すぐに新しいやつを用意するからさ。素晴らしい心配りをありがとう、ロア・ドゥール。でも心配は無用だよ。自然の素材に同じものは存在しない。この羽飾りはオートクチュールも同然だろ。それに今日という日に君からもらった贈り物ということに意味がある。だから代わりなんていらないのさ。ああ、次々と言葉があふれ出てくる。この幸せな気持ちだけで何本も詩を作れそうだよ。幸せな気持ちを詩にするか、そういうのってなんかいいな。なあルーク、詩の作り方を教えてくれよ。俺のおめでとうの気持ちを詩にしてルークにプレゼントしたいんだ。おやおや、
これ以上私を喜ばせてどうするつもりだい？だって友達の誕生日だろ。思いっきりお祝いさせてくれよ。カリム君のおかげで思い出深い一日になりそうだ。さあ一緒に詩を作っていくとしよう。それじゃあ次はインタビューだな。ウィ、さあ何でも聞いておくれ。無人島に連れて行くなら誰を選びますか？ただし同じ寮の生徒は除くだってさ。ふむ、無人島か。人の手つかずの自然、果てしない海原。いいね、想像するだけで胸が高鳴るよ。とはいえ我らがポムフィオーレ寮生には非常な環境とも言える。他寮生から選ぶのは必然だろう。過酷なサバイバルを共にするパートナーにはシルバー君を選ぶよ。おお、シルバーか。わかる、あいついいやつだし普段から鍛えてるもんな。ああ、食料を調達するにも脱出経路を確保するにも筋力と体力は重要だ。時には野生動物が襲いかかってくるかもしれない。しかし彼なら難なく対処できるだろう。そして何より何より、どこでも寝られる。無人島に柔らかなベッドはない。手に入る材料で寝床を作っても寝心地のいい環境には程遠い。それに加え、いつ何が起きるかわからない状況下では緊張や恐怖で目が冴えてしまう場合もあるからね。日常生活でも健康を維持するために睡眠は重要視されるだろう。未知なる場所であればなおのことさ。無人島を生き抜くにあたって時間や場所を問わず眠ることができるのは非常に大きな武器になる。どこでも眠れるというのは素晴らしい才能だよ。なるほどな、寝つきの良さに関しては誰もあいつにかなわないんじゃないか。教室や廊下で話してる時も返事がないと思ったら寝てるなんてことはしょっちゅうだし、こないだなんか魔法薬学の実験中に居眠りしてたぜ。背筋をピンと伸ばして器具を持った状態でさ。美しい姿勢を保ったまま眠るなんて誰にでもできることじゃない。ボーテ、さすがシルバー君だ。それにしても無人島で眠れるかどうかなんて考えたこともなかったぜ。でも確かにいつもと環境が違うと眠れなくなるって話も聞くよな。ルークにもそういう経験があるとか？ロワドゥール、その答えは君の想像にお任せするよ。次の質問に行くぞ。もしポムフィオーレ寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？そうだね、どの寮もそれぞれ違った魅力を持っている。返答に悩んでしまうよ。まずカリム君が寮長を務めるスカラビア、ネッサの国の伝統建築がとても美しい。趣向を凝らした宴にもぜひ参加してみたいものだ。うちの寮に興味を持ってくれて嬉しいぜ。そのうち宴にも遊びに来てくれ。メルシー、お招きいただける日が今から楽しみだ。あとはイグニハイドとディアソムニアの神秘的な雰囲気にも興味をそそられるよ。他寮との交流を好まない生徒も多いからね。もし転寮するとなったら内部隅々まで探索してみたい。オクタビネルのモストロラウンジとサバナクローは人間観察に最適な環境だ。行き交う生徒たちの息遣いや足音に耳を澄ましているだけであっという間に時間が過ぎてしまう。
よくわかんねえけど、どの寮も面白そうってことだよな。その気持ち俺もわかるぜ。共感してもらえて嬉しいよ。とはいえこの手の質問は一つだけ選ぶのがセオリーだから。決めたよ、ハーツラビル寮。これが私の答えだ。ハーツラビルか。あそこの寮はお茶会が楽しそうだよな。そうだね。何でもない日のパーティーでは美味しい紅茶やスイーツが堪能できるとか、ルビーのように美しい真っ赤なバラに囲まれてのティータイムは至福のひとときに違いない。ハートの女王のルールを遵守することで生まれる完成した美、実にボーテ。それにね、ハーツラビルと我がポムフィオーレにはどこか通じるものを感じるんだ。どちらもグレートセブンの一人として歴史に名を刻んだ女王の精神を受け継いでいるせいかな。女王の冠をいただく者は高潔にして苛烈。その絶対的な存在感に私は惹かれずにいられないのさ。そういや寮長のリドルとビルもなんか似てるよな。キビキビしてるところとか。ああ、常に高みを目指し続けるビルを見ているといつだって身が引き締まる思いがするよ。たとえ離れ離れになってもビルと過ごす中で得た学びは私の中で生き続けるだろう。以前はともかく、今の私ならハーツラビルの寮風にも順応できる自信がある。だな、ルークならうまくやっていけると思うぜ。でもハートの女王の法律ってなんかいっぱいあんだろ。あれを全部覚えるの大変そうだ。ユニークな内容が多いみたいだね。規律違反を犯さないようにと緊張感のある生活が送れそうだ。これでインタビューは終わりだ。次は分かってるよな。ウィー、幸運のギフトを我が身に受けるのだね。一年に一度の特別な機会だ。ワクワクしているよ。さあいつでも来てくれ。よし、じゃあ思いっきり行くぜ。ルーク、誕生日おめでとう。私の誕生日をお祝いしてくれたみんなに感謝の気持ちを。メルシー、僕。